全逃げされてもね、気持ちよく終えることはもちろんあるんだけど。いやー、しくぞ。うん、とりあえずエイダちゃんか。あ、そっちか、これ。あ、危ねえ、届いたー。届かんかと思ったー。あ、あそこね。よいしょ。ピン。おい、おい。マジで。あぶねえ、見えた、ちゃんと。いや、ストライク、あ、でも禁止行動多分してたんじゃないかな。あるんかい。いやでも板消費してもらって、でもあ、これはいいのでは。おいしょ、おちょっと黄色く光ってるところはないね。おいしょ。ふむふむふむ。
よいしょ。よいしょ。これの板もついでに消化してくんないかな。これだけ壊してそっち帰るか。ガッテムさん、おはようございます。来てくれてありがとう。現場からは以上です。なんかフックのあれやばいね。でもなんか他にもなんかあるみたいだね。フックがマジでどうなるかだよね。ガッテムさんも来てくれてありがとう、ありがとう。よし、開いた。ビリープレイグセノバにテコ入れ入るとは想像してなかった。あ、でもあれってさ、あの超あれはでもまださ、ナーフって決まったわけじゃないんじゃない？今日、あ、ビリーちゃんはちょっと怪しいけど、それ以外は強化の可能性もあったりするんじゃないのかな。どうなんだろう。ほら、あのさ、8月9月のさ、アップデートって書いてあったじゃない？あそこはさ、調整って書いてあったじゃない？キラーの。だから、あの、調整、まあ、調整だから一概にとは言えないけど、割と強化ばっかりだったじゃない。で、9月は、なんか、9月、ん？セノバとかあそこのところも確か調整に該当のところにあった気がするんだよな。わかんないよね。どういう風にテコ入れされるのかはほんまね。でも、テコ入れだからそうだよね。あの、ナーフだけじゃなく強化の可能性ももちろんあるってことだもんね。だ、強化で純粋に、なんつうの？リワークレベルじゃないとほんまいいよね。ほい。いやー、忍者の動きがちょっとフェーズの動きが戻ってきた気がする。あー、そっか。そうなると、まあ確かに、そう言われたら確かに、ガッテムさんのおっしゃる通りの部分はあるような気がするよね。ちょっと、なんか続報を早く知りたいよね、あいた。ちゃんと貞子に次いで3位だし。あー、確かにね。ん？あいちゃん。あいちゃん、あいやっ、あ、すんごいタケノコ生えてる。タケノコ、タケノコにょっきっき。さあ、助け出されるか、そのままハッチになるか。まあ、ハッチか。そう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 、ほんまよね。
それはいつ来るねんって話よ。あらん。ドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンドゥルドゥン。